公共的エピソード、鉄工場作品19は、ソ連の作曲家、アレクサンドル・モソロフが1926年に作曲した還元楽曲。モソロフの代表作とされている。演奏時間は約3分。ボリショイ劇場の移植により作曲された、バレエ、鋼鉄から編曲された還元楽のための商品で、作曲と同じ年にモスクワで上演されている。 国外では1930年にリエージュで開催された国際現代音楽祭で演奏され大きな反響を呼び続けて各地で演奏、録音された。ロシアアバンギャルドを代表する音楽作品として位置づけられるがその未来派的な内容がやがてソ連当局の推し進める文化政策と相入れなくなりソ連国内では演奏されなくなった。 エフゲニース・ベトラーノフとソビエト国立公共楽団による疎遠は、モソロフの死後、2年を経なければならなかった。ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、フォルン4、トランペット3、トロンボーン2、バストロンボーン、チューバ、ティンパ2、シンバル、スネアドラム、バスドラム、タムタム、金属板、 言語部三部形式。次の三つの部分からなる。力強い素材の機械的な繰り返しが特徴的である。4分の4拍子。低音楽器をベースにして、クラリネットとビオラが6連符で機械の稼働開始を表す。3連符のトランペット、装飾音を伴うバイオリン、ピッコロなどの高音楽器の順に次第に音が重なっていき、ホルンに威圧的な主題が登場する。 速度が変わり、トランペットがシグナルを発すると、ホルン、木管楽器がこれに応答する。更進曲風にティンパニが、規則正しく打ち込む。はじめの速さに戻り、ホルン主題が再現される。ここでは、金属板など打楽器群の響きが増している。ホルンが三連符でソースち、次第に速く強くなり、最後は打楽器に支配される競争的な雰囲気となって、力強く終わる。 同時期に作曲された機械文明を賛美した主な作品。ただし、メロディア版 CD の解説によれば、初演は1927年12月4日、ニコライ・マルコによって、レニングラードで行われたとあり、情報が錯綜している。初期の録音では、1933年収録のビクトル・デ・サバタ版が有名。日本では、 山田工作により1931年に上演された。1975年の祖演時のライブ録音が残っている。ありがとうございます。